今回ですね、この新聞記者という映画をちょっと紹介させていただきたいんですけども、まあ、なんでここに来てこれを紹介するかと言いますと、実はこれね、森友問題を忠実に再現した映画と言ってもいいプログラムになってるんですよ。ずっと下の方に行っていただくと分かるんですけども、そうですね、文春読みました。映画新聞記者で私の演じた役が読みながらムクムクと湧き上がり涙が出ました。赤木さんのご冥福をこれより お祈りしますということなんですよね。そうなんですよ。これね、いろんなところでね、森友問題と符合するところが出てくるんですよ。まあ私は森友問題も結構見てましたし、この新聞記者かなり興味を持ってね、森友問題をそのディテールをですね再現したものではないかなと思って見たんで、本当にねゾッとする思いがしたんですけども、例えばね、公文書改ざんとかね、逮捕状差し止めとかね、それからスキャンダル攻撃でいろいろと妨害するとか、実際の事件を下敷きにし、まあ、書いてあると、内閣情報室なんだっけこれは、まあ謀略ですよね、謀略の権力の闇を暴きということになってます。まあ大きな話題になったって言っても、どこで話題になったのかちょっと分かんないんですけども、結構映画としてはこっそりやったような感じだったんじゃないかなと思うんですよ。今 Amazon とか YouTube とかで見れるのかな、まあ有料で私見たんですけどもね。でストーリーの軸となっているのはと書いてるじゃないですか。ここでですね、この神崎さんっていうこの男の子のね、男性の上司が自殺してるわけなんですよ。これまあ折しもと言いますか、私の好きな男組のね、昔男組っていうジャニーズのバンドがあったんですけども、そこのね高橋和也さんが名演されてるんですよね。でまあこの神崎さんっていうのは外務省時代、文書改ざんの責任を押し付けられた後内閣府に出向し、今後は総理のお友達が経営する大学新設計画を担当させられていたということですよね。でその計画にはまあ裏があって、神崎はその高橋和也さんはね、両親の呵責に苦しんでまあお亡くなりになってしまうんですよね。でこの西田さんっていうのは、西田さんって方がいらっしゃるんですけども、その方はねこの自殺をした神崎さんの奥さんを演じていたんですよ。でずっと上へ戻りますけども、西田さんね、近畿財務職職員の赤木さんの遺書と手記に映画新聞記者の主演女優が自殺した官僚の妻を演じた、ここに西田さんが出てくるんですよ。西田さんがね涙が出ましたと、まあ、出るでしょうね。とにかくねちょっと映画なんで私があらすじを言うこともできないんでね、ちょっとたどたどしい今回はトークになってますけども、すいません。まあでもちょっとね、見てみてください。もうそれしか言えようがないです。ここに一個だけね最後締められてますんで、ここを一緒に読んでみましょう。私の演じた役が読みながらムクムクと湧き上がり涙が出ましたと、これがね西田さんの率直な思いだと思いますけども、ちょっと次のページも見てみましょうか。あんまりねこれ記事を隅から隅まで紹介するのもねどうなものかなと思うんで、皆さんリンクから元記事をちょっとご覧ください。それからね、私もこう読みながらね、あまりにもねこう憤るというか悲しいというか、いろんな思いがこと胸を詰まらせるんですよね。ここですね、総理大臣案件を押し付けられ自殺した官僚の妻を演じた西田も紛れもなくその一人だった。しかも西田はそれだけではなく赤木さんの遺書と手記を読んで感じたことを自分の言葉で発信したのであるということですよね。だからねこれね、役をしながらもう実際の事件をねディテールを思い出してやりきれない気持ちが出演者さんにもあったんじゃないかなと思うんですよね。まあ当然この映画よくこんなのよくできたなと思いますよね。ここまでのことをよく取材して台本作ったもんだと思いますね。まあちょっと本当に映画を読んでいただきたいと思います。今回は以上にさせていただきます。